こんにちは。FX の相場解説になります。ずっとセルの方で、勝負するというふうにお話していますが、今ね、ちょうどいいポイントが来たんで、ちょっと画面切り替えて説明していきましょうか。今日は1時間軸だけでお話します。はい、これが1時間軸なんですけども、もう賢明な方ならお分かりだと思いますけど、私が何をしようとしているのか。それはですね、ここにゾーンを引けってことなんですよ。ね、今、上から来た流れが、黄色いゾーンを突き破って上に行って黄色いゾーンで反応して跳ね返って今ここに来てるでしょ。いつものパターンならこれを突き破って N を変えて下の方に向かうんですよね。でこれがね上に行くことは考えにくい、ですんでここを破ったらセルかけていきましょう。価格にしてですね108円の700ですかね、700を割ってセルの方向に向かい始めたらセルでかけていきましょう。はい、まあでも夕方なんでね無理しないでください。ただその様子を見るだけでも十分勉強になると思います。はい、本格的にね下の方にグーッと伸びていった時にはヘッド&ショルダーが完成していると思いますから、そこからでも遅くないです。ということでまあまあ様子を見る、セルの方に行くかどうか今ちょうどそのタイミングだということでお話しました。それでは